また買っちゃった。2024年納車2発目ということで、新型クラウンスポーツに続いて納車されたのは、あの車がもう納車。そうなんです、納車していただきました、レクサスの LBX クール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 って感じで納車していただきました。ありがとうございます。はい、どうも、車買うチューバーワンソクチューブです。レクサスのコンパクト SUV LBX クール納車していただきました。すでにね、見積もりとかね、購入前の注意点とかブログでまとめていますので、そちらはね、下の概要欄トップコメント固定で、ブログのリンク貼っておきますので、そちらでね、購入検討されている方は購入前の注意点とかチェックしていただければと思います。ブログの方がね、見やすいですからね、そういうのは。はい、ということで、早速漕ぎ出していきましょう。いや、何気に LBX 乗るの今回が初めてなんですよ。試乗もできなかったですし、メーカーの試乗会の実はですね、前に納車になってしまったということで、ファーストインプレッションです。まさにファーストインプレッション、納車がファーストインプレッションですね。ちなみに電動パーキングブレーキのオートホールドはですね、メモリ機能ないので一回押す必要あります。はい、ありがとうございました。おー、こんな感じなんだ。お、結構ダイレクト感ある。おー、いいですね、いいですね。あ、今ですね、エンジンが回ってますね。そうするとギョロギョロギョロっていう3気筒のね、エンジン音はしますが、まあヤリスクロスよりははるかにエンジン音は遮音されてますね。うん、キャビンに入ってくる音はかなり小さいです。でもエンジンが回ってるっていうのはわかるぐらいの音と振動はあります。そして、ヤリスクロスはですね、リチウムイオンバッテリーなんですよ。で、こちらの LBX はバイポーラーニッケル水素バッテリーを積んでるということで、どっちがモーターの電動感強いのかなってすごい興味あったんですけど、あ、でもちょっと強めに踏むとすぐエンジンかかるな。でもエンジンかかっても、あ、やっぱ静かだな。うん、フリクションとかはヤリスクロスより全然少ない少ない。で、ちょっとエコモードにして走ってみようかな。エコモードにすると、あのメーターがですね、ハイブリッドインジケーターになるんで、あ、でもアクセルの踏み代をこのエコの真ん中のところまでに押さえてると EV で走り続けられてるわけではないな。やっぱ違うな。やっぱバイポーラニッケル水素バッテリーの車、今まで私何台か乗ってますけど、うん、アクセル回路に対してちょっと強めに踏むとエンジンはかかりやすくなる。だから今までのトヨタのハイブリッドだと、あのエコっていう字のところまででね、アクセルの踏み加減調整してれば、あの EV 走行を継続できるというような感じだったんですけど、最近のバイポーラニッケル水素バッテリーの、トヨタのハイブリッドは割とすぐエンジンかかる印象ですね。で、ドラポジなんですけど、やっぱり電動テレスコチルトはあってほしいなっていうところですかね。そしてこちらのレクサス LBX もですね、先日のクラウンスポーツ同様ですね、フルアクティブドライビングアシストが、あの納車された時点ではオフになってますので、これはオンにしておきましょう。はい、今オンにしました。そうすると、私プロアクティブドライビングアシストはイーズおじさんになってるんですが、すごいね、運転支援、先進的な運転支援なんですよ。これどういう装備かっていうと、クルーズコントロール中じゃなくても前の車に近づきすぎると自動でブレーキを踏んで減速してくれると。時速15キロまでは減速をしてくれるというめちゃくちゃ優れものの機能になっているので、よそ見をしていて前の車にぶつかった、追突してしまったっていうことがほぼほぼなくなるという、装備になっています。そして、さらにですね、前の車だけではなく歩行者とか自転車がはみ出してきた時にはですね、ブレーキと回避支援をしてくれると、ステアリングが避けてくれると。あとは、信号にウインカーとか出して入っていってるのに減速していない場合には緩やかに減速をしてくれたり、あとコーナーに進入する速度が高かったりすると、自動で減速をしてくれたりというような、優れものの機能になっています。で、常時操舵支援も多分これはついてる、あ、アクティブになってますね。なのでクルーズコントロール中じゃなくてもレーンの中央を維持して走ってくれるほど操舵をしてくれるわけではないんですけど、直進安定性が高まるように中立付近を重くしてあったりであるとか、あとコーナーの外側に膨らまないようにこう少しアシストが入るであるとか、そういうような、操舵支援が、まあ、うっすら入るということで邪魔にならない程度に、
安全性が高まるという装備になっています。そして今ですね、外観の横道を走ってるんですけど、ここねめっちゃ路面荒れてるんですよ。でも結構ね、ヤリスクロスとかだとビビリ音がすごいんですけど、さすがに LBX だとなんかビリビリどっかが鳴っているとかそういうことはないですね。さすがイオン対策はレクサスとトヨタ車だと内張り剥がすとですね全然違うので、その辺はすごいですね。そして今私ブレーキ踏んでませんが、前の車に追従して減速してってます。でピーって言った通り15キロまでは減速してくれるんですが、15キロになってブレーキを踏んでないとピピって言って警告が出て、さらに踏まなかった場合はプリクラッシュセーフティーシステムが働くということで、15キロまで減速してればプリクラッシュで結構、まあ、急ブレーキにはなるけど追突しないで止まれる速度になるので、ほぼほぼ追突するリスクがなくなるというような優れものの機能になっています。まあ、それがデフォルトだとオフになってますので、納車されたらすぐにオンにするようにしましょう。で結構ね足回りはね固めではありますね。引き締まっている感じはあります。なのでカンカン来るような衝撃っていうのはないですけど、結構路面のアンジュレーション起伏をですね拾うような感じはありますね。でも、アクセル回路に対する出力とかもヤリスクロスのそれとはまたちょっと違うな。どっちがいいかって言われると、まあ、こっちの方が上質ではあるのは間違いないと思います。でもヤリスクロスの方が電動感は強いかもしれないな。でもどこまでの踏み加減でモーター単独で走れるのかっていうのが、ちょっとまだつかめてないので、そこをね、なんか分かったらもっとエコランとか、あとはモーターを積極に使って走る、やり方とかができるかと思うんですが、ちょっとまだわかんないですね。それはまあまた細かくね、インプレッションしていきたいと思います。でパドルも備わっているということで、ステップがちょっと速度域によっては入らないんですが、多分6速とかで切ってあるんじゃないかなと思います。でもまあドライブモードセレクトがですね、スポーツがないんですよ。ヤリスクロスですらパワーとかあるんですが、なぜかこれだけ走りにこだわったと言っている LBX がエコとノーマルしかないんですよね。で物理スイッチで用意されてて、この辺の押しやすさとかは RX のこの画面のタッチ画面のね、ナビ画面から選ぶとかよりははるかにいいと思うんですが、なぜかドライブモードがエコとノーマルしかないっていう。軽量化頑張りましたって言って助手席のパワーシートとシートベンチレーションを諦めてまで走りにこだわったっていうんであれば、なんかドライブモードぐらいはもうちょっと用意しといてくれてもいいんじゃないかなって思います。まあ、例えばステアフィールが重いスポーツとかノーマルとかで変えられるであるとか、まあ、足回りはねこれ電子可変差数が入ってないんで変わらないとは思いますけど、アクセル回路に対する出力がスポーツ、ノーマル、エコとかで選べるとかね、そういうのぐらいはあっても良かったんじゃないのかなとは思いますけど、皆さんどう思われますかね。ぜひコメントいただければと思います。シートベンチレーション諦めてまで走りにこだわったなら、パドルだけじゃなくてそこもね、ドライブモードも用意しておいてほしいですよね。プリウスにだってカスタマイズモードありますから、要はカスタムモードがないっていうことですよね。もしかしたらあんのかな、私が引き継いでないだけであんのかもしれないですけど、パッと触った感じでは見当たらなかったね。多分ないと思います。ここはちょっと不満かな。これだけ走りにこだわったと言ってるんであれば、走りを楽しむためのギミックって、提供されてればいいのになと思います。アウトランダーとかね、もう使い切れないぐらいギミックたくさんあって、なんか楽しいですから、わーいっておもちゃを与えられた子供のようにいろんなモードで走りたくなるので。減速セレクターだって6段階で切り替えられるとかですからね、すごいですから。あれはでターマックとかグラベルとかね、であと EV モードも4段階あるし、 S ペダルっていうシングルペダルモードもあるしっていう、そこまでとは言わないけど、プリウスとかで用意されている、ヤリスクロスとかで用意されているようなエコノーマルスポーツとかエコノーマルパワーぐらいはあってもよかったんじゃないのとは思いますけどね。まあ、でもちょっと中間加速試してみますが、おお力強いし静かだな。いや動的質感はめちゃくちゃいいわ。プロアクティブドライビングアシストのステアリング常時操舵支援が効いてるからかもしれないですが、もう中立の座りが半端ない、これはめちゃくちゃ
いいですね。反力が、中立に戻ろうとする反力があります。いや、動的質感はめちゃくちゃいいな、これは。これはジャーナリストの方々が試乗会で絶賛したのも分かるぐらいいいですね。じゃあちょっとレーンチェンジで。おお、中間加速もグイッと出るな。ちょっとこれ近日試乗会にも参加させていただく予定となっているので、またインプレッションできればと思いますし、開発者の方に以前にもね、インタビューしましたけど、さらに乗って気づく部分っていうのも結構あったので、その辺も細かく聞いてみようと思います。ドライブモードがなぜないのかとかね、多分ノーマルでも十分走りが楽しめるからっていうことなのかもしれない。今走った感じ結構ノーマルでもパワーは出てるし、でもモアパワーを出したいとかっていう時には、なんかここぞという時のスポーツモードみたいなのはあると楽しいと思うんだけどな。あとね、燃費がどうなってるのかとか、ヤリスクロスとかと比べて、まあその辺がどうなのかっていうのもね、今後納車後のレポート、そしてヤリスクロスと GR スポーツを並べて比較っていうのもやっていきたいと思いますので、そういう動画が見たいぜという方はね、ぜひいいねボタン、そしてこちらの LBX はですね、総額540万円ぐらい込み込み価格かかりました。そうなってくると、まあハリアーハイブリッドは値上がってるからもうちょいするかもしれないけど、まあ、例えばエクストレイルとかね、あとはアウトバックとか、あの辺りと同じぐらいの価格帯になりますので、まあちょっとカテゴリーが違うんで比較する意味はあるかどうかわかんないですけど、何かねこの車取りっていうのがあったらぜひコメントいただければと思います。今、納車されてる車の一覧はですね、チャンネル概要欄に書いてありますからね。クラウンスポーツも納車されましたから、まあ、クラウンスポーツはこれより100万円ぐらい高いですけど、まあ、シートベンチレーションついてたりしますからね。はい、といった感じでまずは納車速報お届けしました。レクサス LBX のこんなところが知りたいとかね、もっと細かくレポートしてくれっていうのもね、リクエストあればどんどん書いてください。今これでレクサス3大体制になりましたから、RX、LX、LBX というね、レクサス3台持ちというアタオカですが、こんなアタオカが日本に1人でもいてもいいよという方はね、ぜひいいねボタンで応援してください。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。ということで、はぁ、また買っちゃったレクサス LBX でした。まだまだ納車、控えている車ありますので、車買う系 YouTuber ね、去年は16台納車というアタオカでしたけれども、今年はそれの上回るペースでいくのか、はたまたフルモデルチェンジの車が少ないんでもうちょっと減るかもしれないけど、気になる車は買ってレビュー。ワンソクチューブ、次回もお楽しみに。